皆さんこんにちは。いつものお寺で元先の動画を提供する毎度おなじみゆるだいコープ代表取締役社長の三浦ゆると申します。今日は突然なんですけど、ここ横浜の大桟橋行ってんですけど、今日から、今日はこちらへちょっと乗りたいと思います。はい、これですね、大型客船のサルビア丸でございます。この船は何かと言いますとですね、主に東京の立芝桟橋から大島、地島、新島とか行ってですね、そういう船のその船であります。で、この船がですね、横浜、今日は横浜の大桟橋からですね、東京の立芝桟橋までですね、なんか運航するということでですね、まあ一応なチャーター船っていう形なんですけど、それはなんかわずか1000円で乗れるということで、ちょっと暇だったので来てみようと思いました。で、これから早速ですね、どういうものか乗ってみたいと思います。早速行ってみたいと思います。はい、大桟橋ですね。ここにですね、アスカ2が止まってますね。はい、確か日本郵船だったかなの船だと思うんですけどですね、とても大きい船が止まっておりました。はい、こういう船を使って、ね、いつかですね、海外とかですね、行ってみたいなと本当に思っております。はい、そんな感じでございます。はい、これですね。はい、横浜まで東急大型客船サルビア丸ですね。これに乗っていきたいと思います。大人1000円、子供500円でですね、乗れることができます。運行は東海地線が行っております。はい、これは団体個人券ですね。横浜から東京2等のフリーとなっております。最初はセブンイレブンで買ったんですけどですね、この後このチケットを引き換えでですね、乗るようにって言われました。この右端のところを切り張ってですね、乗ることができるそうです。じゃあ早速ですね、乗ってみたいと思います。はい、この船でございます。セルビア丸です。この船は主に東京の立芝から横浜と大島とか上津島とか伊豆諸島とかを結んでいる船であります。この船はですね、2020年に導入された船でありましてですね、サルビア丸としては2代目に当たる船であります。なのでですね、船内はかなり新しく、まあ、できている船であります。今このように航行しているんですけどですね、これから早速乗船してみたいと思います。はい、今乗船しましたね。こうなってますね。これ少し離岸する様子なんですけどですね、まあ、やはり船から見る桟橋はやはり格別な部分があります。そんな感じです。はい、これ出港しましてですね、これ今大桟橋を離れるところなんですけどね、横浜のランドマークタワーとかですね、よく見えますね。はい、まあ、これ昼間だ、これ夕方だったんですけど、これ夜だったらとても最高だなと思いました。なんで撮ってんだろうって。はい、これはベイブリッジですね。横浜のシンボルのベイブリッジですね。この橋もですね、なんか平成元年の1989年に架けられた橋ですね。意外に古くてですね、もう30年以上経ってる、まあ、橋でございます。はい、この橋を通りましてですね、本木ふ頭を通って左に曲がっていきたいと思います。はい、これはですね、本木ふ頭だと思われますね。はい、いろいろコンテナがいっぱいあるんですけどですね、はい、ここも横浜では有名な埠頭でございます。はい、これはです、左側にですね、工場がありまして、これはですね、JC だったか、ちょっとちょっと名前わかんないんで、鉄鋼会社のですね、工場のですね、煙突であります。はい、これは夜になるとですね、夜景がすごい綺麗なところで有名なところでありましてですね、インスタ映えでとても有名なところであります。そんな感じです。はい、これはですね、羽田の近くをなんですけど、これ飛行機がですね、真ん前に飛んでるんですね。これ、はい、もう着陸をするときがですね、よくはっきりとよく見えます。はい、ライトをつけてですね、ちなみにこの飛行機はボーイング737のですね、800という飛行機であります。だから JAL だったと思います。はい、これ羽田空港で、羽田空港をよく見えますね。これはですね、離陸する瞬間ですね。これはエアバス A350-900 ですね。後で調べたら、これは羽田から福岡行きの飛行機でありました。はい、これは夜景、夜ですね、暗くなってきたんですけどですね、これ羽田空港がよく綺麗によく映ってますね。はい、なかなかここから見るとですね、すごい見応えがある風景だなと本当に感じました。船の中でこのようにですね、歌手がですね、ピアノを持ってですね、演奏するっていうのがこのようにありました。はい、これはですね、東京のね、客船ターミナルですね。はい、クルーズ客船泊まるところなんですけどですね、このようにですね、まあ、
光ってるんですけど、これ普段使ってない時でもなんか電気ついてるんですけどですね、これ電気代もったいないんじゃないかと本当に一瞬思いました。はい、これは最後の時点のレインボーブリッジですね。はい、レインボーブリッジこのようになんか光ってるんですけどですね、なんかコロナの時はなんかね真っ赤に光るって言ってるんですけど、僕はちょっと真っ赤になるところ見たことがありますね。はい、こんな感じです。はい、これはですね、とうとうつく瞬間ですね。はい、大体1時間ずつ1時間半くらいかかったとけれどもですね、本当に見応えのあるなんか後悔だなって感じました。そんな感じです。はい、ただいま終了いたしました。まあ今回は短かったんですけど、まあ、少し貴重な体験で良かったなと思ってますね。はい、船なかなか船の機会ないんですけれどもですね。はい、でですね、まあ今回はですね、まあこんな珍しい体験をしたわけでございますけどですね、まあこの雄大高校でこんな船乗る機会があって、これからいろいろ撮ってみたいと思います。そんな感じです。雄大高校の三浦雄大でした。まあ少し短いんですけれども、ご視聴誠にありがとうございます。まあ何かしらお送りたいと思います。それでは。